つくばショッピングセンターアッセは、茨城県つくば市場横場に、かつて存在した複合商業施設。運営者は、つくば商業開発株式会社。キャッチコピーは、毎日楽しい、毎日便利。つくば市発足後、初めて開業した複合商業施設である。つくば市南部にある複合商業施設である。 首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス緑の駅より東に約 2.5km 国道354号サイエンス大通りの交点である上横場交差点脇に位置する1500台分の無料駐車場を配置している A 棟、B 棟、別棟の5つの建物で構成されている開業時は 地域主導型ショッピングセンターが相次いで開業していた時代であり、県南地区では他にも、新リショッピングセンターさん、アピオや、江戸崎ショッピングセンターパンプ等が開業していた。そんな中開業したアッセは、前述のショッピングセンターのような全国展開をしていた他県に本社を置く大手総合スーパーではなく、県内に本社を置くカテゴリーキラー。 食品スーパーの霞と医療品店の高吉を各店舗とした。それでも、移食中に必要な物品はほとんど揃えることができた。また、珍しい特徴として、アッセ市場があり、食品スーパー以外でも生鮮食品を扱っていた。休日には、たくさんの人で賑わい、不定期にキャラクターショーや、お笑いイベントが開催されると、まさしく、毎日楽しい。 毎日便利のキャッチコピーにふさわしいショッピングセンターであった。前世紀には、つくば市有数のショッピングセンターとして、市内は、もちろん、牛久市、土浦市、鳥出市等の県南地区、三つ街道市、下妻市等の県西地区、さらには、千葉県北西部等、幅広い証券を有していた。幹線道路や高速道路が近く、アクセス自体は、 非常に良い立地ではあったが、2002年に、各店舗の一つだった高吉が破産し、撤退。また、つくばエクスプレスの開業や大規模、小売店舗立地法の施行により、周辺にはより大きなショッピングモール、イアズつくば、イオンモール土浦、つくば等の開業が、相次ぎ、徐々に、陰りが見え始めた。さらに、追い打ちをかけるように、 東北地方太平洋沖地震による A 棟2階フロアの長期休業や移転等によりテナントの撤退が相次ぎ近年は秋テナントが非常に目立つ状態であった2015年10月頃からリニューアル計画が存在し店内各場所にもその旨が掲示されているが2018年に入ってもなお進捗状況が不明なままであったしかし夏に入り 五福店や藤家等の小規模テナントが相次いで閉店した。さらに、これらの閉店に続く形で、各店舗の霞が同年9月14日発行のチラシに、9月30日の18時に閉店し、10月1日から改装休業するとの旨を掲載したことから、本格的にリニューアルに向けた準備が始まった。リニューアルの内容としては既存の A 旨を解体し、 平屋建て4棟のオープンモール型に建て替え、2019年にオープンする計画であった。しかし、ほぼすべてのテナントが閉店した後も、ここ一番屋が営業を続けており、2021年7月末頃まで、計画が全く進展していない状態であった。2021年7月末頃に A 棟で最後まで営業を続けた、ここ一番屋が閉店。 8月23日から A 棟の解体工事が開始された。各店舗の霞が閉店してから約3年の時を経ての解体となった。工事は2022年1月24日までの予定である。南側にある全3階層店舗2階建ての建物である。霞を各店舗とした王子型のメインストリートを持つモールとなっており、各種専門店、レストラン、 フードコートなどが入居しているほか、モールの中央にあり、イベント、セール等が開催される、センターコート、インフォメーション、シビッコ広場、ベビー休憩室、各店舗の霞に付随する形で、イオン銀行の ATM がある。A 棟と敷地内の道路を挟んで北側にある、全2階層1階建ての建物である。この建物には、京葉デーツのみが入居している。 2011年8月の全館営業再開を機に新型店舗になった。11月28日をもって閉店 A 棟の南側、国道354号に面して、ラーメン一番手、B 棟の北側に、ラーメン店であるゴエモンのが配置されている。ここでは、アッセに、以前存在した店舗の一部を紹介する。 上横場交差点から三田つくばショッピングセンターあっせ。ありがとうございます。